地方独立行政法人私立大津市民病院は、滋賀県大津市にある医療機関、地域医療支援病院である。2017年4月1日より、地方独立行政法人私立大津市民病院と解消した。1879年7月に、県が奥飛病者を設置したのが始まりである。その後、1899年7月に、大津伝染病院が、 会員、1907年7月に、大津市、丸山病院と名称変更し、1937年4月に、大津市、滋賀郡大本村、坂本村、下半本村の組合立伝染病院として、大津海正病院が、ゼゼ平尾町に会員した。第二次世界大戦後に新中軍の軍政部から、大津市町への申し入れを受けて伝染病院以外にも、 診察範囲を広げることになり、大津海西病院の建物を活用して、1948年8月に大津市立病院が開院した。この大津市立病院は、新設連価を掲げた市民向け医療機関として運営されるようになった。1963年12月に竣工した地下1階、地上5階建ての新館に、1964年1月に移転して、 新装開業した。この新館では、主要な機能は同一の建物内に配置されたが、電線病棟は隣接する形で設置された。その後、1984年4月に新病棟や管理棟の建設を含めた総合整備事業が完了して機能が拡充された。さらに、同一敷地内に併設されていた付属看護専門学校は、 石場のガスタンクの跡地に移転することになり、1987年1月19日に新校舎移転した。その後、外来や検査などの機能拡充を図るために大規模な増改築をすることになり、1996年10月26日に滋賀県内発とされたホスピス病棟の新設を含む増改築を行い、1999年3月に 新病棟が竣工した。2017年4月1日には地方独立行政法人化し、名称を私立大津市民病院として新たな一歩を踏み出した。救急診療 ER 大津は24時間365日体制で、本館屋上にヘリポートも有する。ありがとうございます。